FM ギノワン、玉那覇直也のパイロットになろう。2023年12月28日木曜日、時刻は午前11時を回りました。こんにちは、パーソナリティのスポーツパイロット教官、金城健太郎です。この番組は、アメリカでエアラインパイロットとして活躍する玉那覇直也氏によるプロデュースのもと、飛行機が好きだ、航空業界に興味があるといった航空ファンの皆様はもちろん、航空業界で就職したい、パイロットになりたい、あるいはアメリカで就労ビザをパイロットとして取得したいという夢を持つ皆様へ有益な情報をお届けしようという番組です。放送を通じたコミュニティを広げていくことで皆様の背中を押す一助になれば幸いです。さて、2023年も残すところ、今日を含めてあと4日となりました。 FM ギノワン玉那覇直也のパイロットになろうは、今年最後の放送となります。お聞きの皆様はすっかり、年末モードといったところかとは存じますが、いかがお過ごしでしょうか。アメリカはこちらですね、クリスマスはもう過ぎているんですけれど、イルミネーションなんかがまだ残っているところもあって、各家庭でですね、街はこうまだきらびやかな感じといいますか、ただ空気がすごい冷え切っていて、もう特に朝なんかは家を出るとき、私小学校の時にアイスホッケーやってたんですけれど、サザンヒルのリンクに入った時のようなこの肌の感覚をすごい思い出すような、寒さとなっておりますけれど、一方で日本の皆様は、本日で仕事を納めという方もいらっしゃるのではないでしょうか。お聞きの沖縄でお聞きの皆様はですね、先週は冬至だったのでトゥンジージューシー食べましたか皆さん。そしてクリスマスはもちろんケンタッキーのチキンですよね。ボックスで買ってこうお家に持って帰ってなんかして、そして年越しそばはもちろん沖縄そばでございます。年が明けますと、家族親戚集まってですね、子供たちが大好きなオードブルをみんなで囲んで食べるような、まあそんな、時期に差し掛かっているとは思うんですけれど、アメリカにいる私としてはですね、すごくこの時期の味といいますか、すごく恋しいなというふうに思ってます。本土の皆様はね、いやそこはおせちとお雑煮だろっていうツッコミをしているかも知らないんですけれど、まあ何やともあれ、年末年始ですね、皆様がゆっくり過ごして、平和に新年が迎えられることを願っております。さて、コミュニティラジオ FM ギノワンでは、ギノワン地域 79.7MHz での放送に加え、インターネットでのサイマル配信も行っております。リッスンラジオでは音声配信、YouTube とツイキャスでは動画配信をご覧いただけますので、FM ギノワンのホームページよりごアクセスください。さあ、アメリカ・ネバダ州ラスベガスよりお送りします。FM ギノワン、玉那覇直也のパイロットになろう。本日この時間はですね、FM ギノワンのスタジオの方が大掃除ということで、今こうしてお届けしている声は1時間、丸々収録放送でございます。今日を含めて全52回の放送を、しました。2023年、この総決算としてですね、番組だったり、まあ私個人の振り返り、あるいは新年に向けての展望とか、そういったところもお話ししようかなと思います。それでは2023年12月28日木曜日、今年最後の FM ギノワン玉那覇直也のパイロットになろう。本日もよろしくお願いいたします。この番組は、エアスマートエビエーションアカデミー、見える本質、見え本チャンネル、以上3社の提供でお送りします。
FM ギノマンより収録放送、玉那覇直哉のパイロットになろう。改めまして、番組パーソナリティの金城健太郎です。さあ、今週は2023年最後の放送ということで、少し振り返りをしていこうかなというふうに思うんですけれども、皆様にとってこの2023年、どんな年でしたでしょうか。おそらく日本ではね、もうやっと、自由に動き回ったり、マスクも、個人の判断になったりとか、そういったものが本当にいろいろどんどん、解除されて、なかなか旅行に行ったりとかもね、久々にされた方も多いんじゃないかなというふうには思います。アメリカの方ではですね、どんどん物価高が続いていったりとかして、去年からなんですけれども、その中でいろいろ生活費とかも、なんとかやりくりすることが、それに慣れてきたって言ったら、ちょっと言い方が違うかもしれないんですけれど、我々ね、まだ訓練生を続けている方にとっては、そんな感じの年だったんじゃないかなと思います。そしてこの番組ですね、玉那覇直哉のパイロットになろう、今年の9月から5年目に突入しまして、放送の回数、なんと今日で223回、結構 FM ギノワンの中でも、だいぶ長寿の番組の部類に入るんじゃないかなと、勝手に思っているんですけれども。ちょっと今年のね、ゲストの皆様、たくさんお呼びしました。どういう感じだったのかなっていうのを振り返るとですね、玉那覇さんの、永住権の取得の放送が1月12日にあって、そこから始まって、エアスマート関連の方もすごく多かったですね。スマートで副操縦士をされている方、インタビュー当時はですね、副操縦士をしている中でキャプテンにも昇格して、今キャプテンとして泊まれているゲストの方もたくさんいますし、そして玉那覇さん自身もですね、また、そこから、機長昇格の放送がまた2月の23日にありまして、そこから皆様衝撃だったかもしれないんですけれど、10月ですね、報告は10月5日の放送で、タミーさんと当時の社長ですね、一緒にエアラインに挑戦しますという、挑戦 しますというか、しましたというか決まって、ここから訓練というような放送を、ね、しました。玉那覇さんはですね、この番組を放送開始当初から一人で回していらして、その中で今年、前任の、稲葉さん、第2代目 MC の稲葉さんは、去年の、末からでしたけれども、ほぼ今年のね、前半、上半期を長い間、MC をされる中で、玉那覇さんが、ゲストの方に回って、我々聞き手として玉那覇さんの話を、引き出すことがたくさんできたんじゃないかなと思います。いろんなお問い合わせ、ビザのことだったり、あるいはここでの仕事のことだったり、永住権のこと、あるいは英語のことなんかでもね、いろんなお問い合わせもありましたので、そういうところに対しては、いろいろお答えすることができたのかなというふうには思います。それ以外にもですね、アメリカで訓練している大学生だったり、あるいはアメリカでCFI として、教えている日本人の方だったり、いろんな大学、フライトスクールもそうですけれど、かなり、そういったつながりもできまして、そういった方々への、ゲストにお迎えしてインタビューすることもできたんじゃないかなというふうに思いますね。本当にちょっと毛色が変わった、今までのね、2020年以前とはちょっと毛色の変わった年、番組視点で見るとそういう年だったんじゃないかなというふうに個人的に思っております。2022年より前はですね、もちろん、アメリカで頑張っている、活躍されている日本人の方をゲストにお迎えすることも、ちょくちょくありましたし、常連の、出演者の皆様もできてきたという感じではありましたけれど、一方で日本の会社さん、スカイマークさんだったり、JTA さんだったり、というところを特集する時期も、ピーチさんもですね、ありましたね。なので、その時期とはまた少し玉那覇自身が、アメリカに来たということも含めまして、かなり色が変わった2023年の、パイロットになろうの、
番組としての2023年だったんじゃないかなというふうに思いますね。同時に番組のこうフォーカスというか、趣旨、主眼に置いている部分もですね、もちろん最初はこう航空業界をそのこうどんどん特に日本でですね広げていきたいっていう、玉那覇さんの思いがおそらくあったのではないかなと推察するんですけれども、やはり今年はこうそこから日本でパイロットになりたい方ももちろんたくさんいる中で、いろいろ事情があってアメリカで訓練をして働きたいという、夢を持つ方々に対してこちらからこうお届けできる情報を、いろんな切り口から、先ほども言ったように実際にこうアメリカで訓練している方の話を聞いたりだとか、あるいはアメリカで働いている方のお話も、今までよりもたくさん聞いて、で皆様がこうどういうふうに勉強して、英語の壁だったり、訓練の壁、そしてビザの壁、どうやって乗り越えてきたのかっていうのを、いろいろ伺うことのできた年だったんじゃないかなっていうふうには個人的に思います。はい。そうですね。なので、絶対にアメリカで来いよ、うちのフライトスクールに来いよみたいな、そういうメッセージのつもりはなかったんですけれど、やはり皆さん、これをご覧になっている皆様が、もし航空業界で働きたいという、このね、夢を持つ中で、少しでもこう、情報源に、なれたなら、よかったかなというふうに思います。一方で、こう、番組全体としては、そういう感想なんですけれどね、もし皆様、この回が良かったとか、こういう話がまた聞きたいっていうのがありましたら、ぜひ、メッセージ、番組宛てにお送りください。一方で、私個人の振り返りも少し、僭越ながらお話しさせていただきたいと思います。私個人としてはですね、AGI、IGI などの、座学教官の資格から、そして、コマーションを取る前にですね、CFI のスポーツパイロットのインストラクターの資格を取ってしまうという、結構、大胆な資格を取ったりしたんですけれども、主に、実際 OPT でこの1年間は、ヤスマートの方にさせてもらいました。そして主に、これから、日本からアメリカに来たいという訓練生の皆様のこう事前の準備をサポートさせていただいたりしました。もちろん、日本でできることは日本でやってきた方が、今こうアメリカで訓練するのに時間もお金もかかる中、少しでも節約になって、技量をつけてきてからアメリカに来る。で、スムーズに訓練に移行するっていう、そこの部分での、お手伝いをリモートを中心にさせていただきました。座学のこの授業を、したり、サポートしたりだとか、シミュレーターで活用しながら、操縦のこの基礎的な部分、手順とか、プロシージャーだったりをこう、教えたりだとか、そういう活動をですね、活動というか仕事なんですけれど、そういう仕事をですね、させていただきました。あるいは、スポーツパイロットの、教官の資格を持ってますから、こう、ディスカバリーフライトを、スポーツクルーザーという、ライトスポーツの飛行機が、ありますから、それで、初めて空を体験するという、方々の、お顔もたくさん見ることができました。私としてもですね、本当に、もう、初仕事がもうディスカバリー日本とかだったので、そうやって本当に、感動しているお客様の顔を見たときに、こういうのが本当に教官職の、素晴らしいところなんだなっていうふうに感じましたね。これからもっとね、来年は私また大学に戻るんですけれども、その中でこう、将来、エアラインに行くのが最終目標ではあるんですけれど、それまでの、教官などで下積みをおそらく私もこれからもまたすることになると思うんですけれど、今後のね、そういうキャリア積むところの楽しみというのもすごく増えるように感じましたね。一方でラジオのね、この番組のパーソナリティとしても8月から、担当させていただいて、いろいろ至らない点が多いなっていうふうには感じています。話の流れだったり構成だったり、そういうところを一からこう考えるんですけれど、そこがこうなかなか考えきれていない回も正直多かったですね。話の順番がこう時系列がぐちゃぐちゃになってしまったりだとか、あるいは
タイムキープがね、なかなかできてないとですね、聞きたい話が引き出せなかったりとか、そういう回もまあ、正直ありました。やはりこう、どういうふうに、ゲストさんと接するかによって、どういうお話を引き出せるかとか、まあそういうのをなかなか考えながらやっていたんですけれども、やはり人間千差万別、十人十色ですから、まあ本当に毎回毎回、いろんなゲストさんとお話しするたびに新たな発見ばっかりで、コミュニケーションを取るのはそこまで、まあ、得意かと言われたら、そんなに得意かどうかはまだ私はあんまり自信がないんですけれども、ただそういうところにもね、実生活にもつながるような経験が本当にできたかなっていうふうに思います。あとはこう、まあ日本人を対象にした番組ですから、アメリカ人のゲストの方をお迎えした時なんかは、同時にこう、通訳をしながら、話さないといけないということで、これまた脳のリソースをすごいそこに割かれるんですよね。まあ、玉名さんしかり、稲葉さんしかり、私の前の MC の方々も、まあ、よく本当に毎週やっていたなというふうに感心させられるばかりです。まあ、そういった中で、まあ、いろんなことをこう、1時間話しながら考えているときにですね、こう、さっき言った、この話の流れ、構成、タイムキープ、その辺あたりが、こう、またポロポロってなってくると、本当にいろいろ同時に考えないといけない、マルチタスキングが大変だなと思うんですけれども、まあ、正直言って、コクピットの中でもですね、マルチタスクはできないと、また大変なところがあるので、まあ、そういう、なんていうんですかね、頭を柔らかくして使うっていうところは、まあ、いい訓練に、これもこれでなるんじゃないかなっていうふうには思いました。私自分をこう、まあちょっと反省会みたいになっちゃってますね。振り返りと言いながら、すごい反省会になっちゃってるんですけれど。まあ早口になりがちなんですね。もともとすごく早く喋ってしまうような、まあそれがこう日常の私で。あるいはもうさっきから自分自身でも感じちゃってるんですけど、こう、とかとか、突然、フィラーですね。そういうのが、どうしても多くなってしまったりするんですよね。このあたりもすごく反省点だなっていうふうに思う、後からこう聞いたりして思うんですけれども、はい、そうですね、私も去年1年間、そのコミュニティカレッジの方に通ってですね、その時に、オーラルコミュニケーションの授業もがあってですね、こうスピーチを書いて、で、みんなの前でスピーチをする。というような授業だったりするんですけれど、その中で教授の方に、あなたすごくこう、まあ、準備もよくできてて、もう英語の発音もいいのに、すごく喋るのが早いのだけは、なんとかした方がいいよって実は言われたことがありましてですね。はい。まあ、外国人の私にもすごくでも優しくアドバイスをしていただいて、まあ、そういう時もありましたね。はい。さあ、まあ私の、反省会、一人反省会はそこそこにしましてね。で、まあ先ほどからちょくちょくお話に出ている、前任の2代目 MC 稲葉さんのですね、ビデオメッセージというかインタビュー映像も実は用意してあります。稲葉さんは今年の8月まで、この番組のパーソナリティを務めておられまして、稲葉さんご本人の1年間も、私と同じように振り返っていただきました。また今後皆様にですね、ご挨拶する機会も少ないと思いますので、ぜひ、お聞きください。それではどうこちらのお聞きください。どうぞ。今年1年間、まずパイロットとしてはどのような1年でしたか？はい。この1年間なんですけれども、まあ、初めて飛行教官っていうその職業を関わらせていただいて、まあ、最初やるときっていうのは、まあ、こう自分がこう心がけてたことっていうのはなるべくさせてあげようっていうのを結構こう第一にこう考えてやってて、まあ、それが自分のこの理想の飛行教官っていうのをこうなんていうかな、心の中に思いながらやってたんですけれども、まあ、1年間通して、まあ、そこは達成できてたかなとかっていうのはやっぱり思ってるので、自分としてはまあ良かったかなっていうのを一つ思ってます。ただやっぱりこう反省点もやっぱりこういろいろあって、なかなかやっぱりこ うまくいかないなっていうのでこう悩んだりしたこととかも結構最初の方は特にあったんですけど、まあやっぱりこうね、玉名さんとかもよく最初の100時間、最初の100時間っていうのをよくこうね、僕実はこう結構玉名さんと最初
悩んでた時にいろいろお話しさせてもらったんですけど、やっぱり最初の100時間っていうのはどんな時も大変だよねっていうような話、 PC 上に乗った最初の100時間も大変だし、あの飛行教官として最初の100時間っていうのは大変だよっていうのを、まあ、言っていただいてたので、あのまあそれを信じて、あの、まあ、この1年間特に最初の方はやってたんですけれども、あの、まあ、本当にその通りだなっていうのはやっぱりこう思ったので、まあ、今後もね、あの別にこの教官以外でいろんな機種に乗ったりとか、あの今後ね、あの、まあ、エアライン、あのビジネスのチャーター会社、まあ、どういうところに僕があの入っていくか分かんないんですけれども、まあ、やっぱり最初の100時間っていうのはやっぱりがむしゃらに、あのとにかくこう自分が成長するっていうことを信じてやっていくのが、まあ、大事なんじゃないかなっていうのはやっぱりこの教官の経験からも学べたことだったんで、あの、まあ、そういう点ではこうね、あの教官としても成長できたなと思った手応えになった1年でしたし、今後別のキャリアとしてこう進んでいくときに、あの、まあ、そういうなんていうかな、こう心構え的なこと、気構え的なこともこう、あの次に生かせるようなことを学べたんで、あの本当に良かった、あの実りのある1年だったかなっていうのはやっぱり思いますね。ありがとうございます。そして稲葉さんは、昨年12月に、パイロットになろうの2代目 MC に就任されました、うん、就任してから、全31回、うん、そしてあの実は私の代理でも2回ほど、うん、ほぼ毎週ですね、この番組、ラジオ番組も一人で回されてきたと思います、うん、いかがでしたか？そうですね、最初は本当に結構こう軽い気持ちで引き受けたんですけれども、まあ実際やってみたらね、回を追うごとにこう大変さっていうのはやっぱりこうね、感触も多分だんだん感じてるとは思うんですけど、やっぱり大変ですよね。ただね、言われて、まあじゃあやってみようって、やっぱりこう何でもね挑戦だと思ったんで最初引き受けたんですけれども、本当にいろんなこうパイロットの方とお話しさせていただいたりとか、インタビューはこうできなかった、いろんなね事情があって、結局こうインタビューやろうってこう打ち合わせてたんですけれども、できなかったりした方とかも結構いらっしゃったんですけれども、まあそういう方たちとお話しさせていくないただく中でも、本当に何て言うかな、こう自分自身のこう励みになったというかね、これインタビューされてない方で想像を絶する人生歩んでた方が一人いたんですよね。パイロットになってる、海外でパイロットになってる方なんですけど、いやよくそれでパイロットなりましたねみたいな話でこう盛り上がったりとかしたのを結構今でもこう覚えてる方が一人いらっしゃって、まあ、ちょっと諸事情でね、インタビューできなくなっちゃったんですけれども、そういうね本当にこういろんな方と話す中で、やっぱりこう共通して言えることっていう、なんかこう成功されている、まあ、成功、何をもって成功っていうのか分かんないですけども、こうパイロットとして活躍されている方に共通していることは、やっぱり皆さん諦めなかったことかなっていうふうなことはやっぱ感じましたね。皆さん口揃えてやっぱりおっしゃってましたんで、自分もやっぱり最後自分のやりたいこと、目標を達成するまで諦めずに頑張っていこうっていうのは、やっぱりこのラジオの MC を通じて、なんていうかな、こう学べましたし、あとやっぱりこうね、やっぱり人前で話すっていう経験ってなかなかないと思うんですけども、やっぱり結構大変で、途中で自分何喋ってるんやろみたいな時も結構あったんですよね。なんかもうなんかね、なんかこう、ね、結構こうフライトが終わって、フライトにね3本4本飛んだ後にラジオやる時とか、まあなんかこう頭回ってなくて、もうカミカミやったこととかもあったんですけど、皆さんね、温かく見守っていただいて本当に感謝しております。皆さんありがとうございました。印象に残ったゲストさんや印象に残ったシーンなどはありましたか？うん、そうですね、まあね、先ほどもちょっとお話しさせてもらったみたいに、インタビューできなかった方でもすごく印象残ってる方いるんですけど、まあ、一番こう、うん、そうだな、こうゲストに出ていただいた方で印象に残ってる方っていうのは、そうだな、やっぱり僕はやっぱ学生の方かなって思ってて、プロのパイロットの方っていうのは、まあ、ある程度僕実は想像はこうできるといえば、まあ、できるじゃないですか。まあ、今までね、玉名さんが MC されて、
インタビューされてたような内容、まあ、皆さんね、もちろんそれぞれにこうドラマがあって歴史があってっていうことだと思うんですけど、まあ、大体皆さん似たような感じでっていうことなんですけれども、やっぱりこう、なかなかやっぱりその最近だと思うんですよね、このアメリカに航空留学をして、なんていうのかな、この OPT を使ってキャリアを積んでいくみたいな、こういうその仕組みっていうか、そういう道ができ始めたのも多分最近だと思うんですけど、間違ってたらね、皆さんコメントでまた教えてほしいんですけれども、 OPT 昔は多分エアラインで使えなかったみたいな認識だ、なんか採用されないみたいな、多分そういう感じでしたよね。なのでこう本当になんていうかな、この僕がね、日本の大学を出て普通に日本の企業に最初就職してって、本当に、まあ、よくあるね、日本人のこのこう人生をこれまで歩んできたので、やっぱりまあこれは僕はね、いつもこう金城君と一緒に住んでても言うんですけど、やっぱすごいよと、こういう日本のキャリアを捨ててこのに日本じゃなくて海外でこう飛び込んでっていうのは、やっぱりこのね、一緒にいますんで中山君とか金城君も含めて、やっぱり僕からすればすごい新鮮だったので、まあそういう意味で大学生の方何名か私ちょっとインタビューさせていただいたと思うんですけれども、なんかこうまあ年下ですけどね、僕よりも10個11個ぐらい年下の方でしたけど、すごくこう刺激をもらえて、自分も負けられへんなという気持ちで結構インタビューさせていただいたっていうのはあるかもしれないですね。はい、ということで、2代目 MC 仙台の稲葉さんのビデオメッセージ前半をお聞きいただきました。またご本人の、体験も交えつつ、今年のゲストさんの、どんな感じだったかだったり、いろいろお話しいただきました。そうですね、やはり私も冒頭で言った通り、かなり今年はアメリカで頑張っている方々にフォーカスを当てたような回がすごく多かったかなというふうに感じてます。それをこう、まあ、少しでもですね、皆様にこの、まあ、こういうところで頑張っている人たちもいるんだよ、あるいはまあ一緒に頑張りたいっていう人がいたら、そういう方々に、何かお力添えになれる番組になったかな、まあ、少しでもなれたかなというふうには思いますので、そういう所感でございます。さあ、番組もですね、中盤になってきましたので、一旦 CM を挟みます。CM の後は引き続き、稲葉さんのビデオインタビュー後半をお届けした後にですね、来年2024年の、今後の展望というところについてもお話をしたいと思います。それでは一旦コマーシャル。
FM ギノマンより収録放送、玉名花親のパイロットになろう。番組パーソナリティの金城健太郎です。本日は2023年最後の放送ということで、1年間の振り返りと、そして来年2024年の、展望ですね、についてお話をしていきます。それでは引き続き、仙台2代目の MC の稲葉さんのインタビュー映像を、お聞きください。どうぞ。ラジオの MC として以外にも、機材のセッティングだとか、ゲストの方とのアポイントメントとか、本当にいろいろやってきたと思うんですけれど、うん、何か今後に活かせそうなことはありますか？そうですね。なんか結構がむしゃら、まあこれもぶっちゃけて言うんですけど、結構がむしゃらにやっぱりこうやってて、特にそのラジオやり始めた時って、僕がこう CFI としてなんかこうだんだん忙しくなり始めた時とちょうど被ってたんですよね。で、右も左もこう分からない、そもそもなんかこうね、フライトレビューするのもこうなんか、そういえばフライトレビューって何確認するんやったっけとか思いながらこうね、もう一回レギュレーション見て、FA のやつ資料見て確認してみたいなのを前の日にやったりとかしながらみたいな感じで、最初結構バタバタしてたんですよね、やっぱり。 なので、なんかこう、まあでもやっぱりこう自分のこれは持ち味かもしれないですけど、やっぱがむしゃらにとにかく倒れるまでやるっていうのは自分のやっぱりモットーであり、こう強みやと思うんで、まあそういう意味ではこうなんていうかな、なんていうかな、こう最後まで投げ出さずに、とりあえずやれるだけ自分のできる限りベストを尽くしてやれたんじゃないかなっていうのはやっぱり思いますよね。まあそういうのは多分今後のなんていうかな、別のこのフィールドでも、別のフィールドっていうかこの教官以降のこのキャリアにおいても、まあ、生かされるんじゃないかなというのは思ってますね。ありがとうございます。さあ、放送日時点では2023年も残すところあと3日となってしまいました、うんうん、2024年はどのような年にしていきたいですか？そうですね、やっぱりまあ、パイロットとしてもう少しこうやっぱりこう、ね、経験もしっかり積んで、この次のステップに何て言うかな、こう向かっていく、そういう実りのある1年にしたいかなというのは思ってますね。まあ、特にこう何かこう具体的に目標を設定してるわけではないんですけれども、まあ、とにかく何て言うかな、まあそうですね、まあ、自分のこう目標に向かってできたらいいかなというのはやっぱ思いますね。ありがとうございます。じゃあ最後に、1年間の感謝を込めてリスナーの皆様へメッセージをどうぞ。皆さん、1年間ではないですけど、去年は昨年はありがとうございました。ね、関西弁でずっと喋ってて、なんかすごいやつ MC してるなって多分思われた方もいらっしゃったと思うんですけれども、ね、本当に皆さんのおかげで無事 MC として半年間ちょっとかな、7ヶ月8ヶ月ぐらい多分させていただいたと思うんですけれども、本当にすごい、すごかなりすごいね、貴重な経験をさせていただいたなと思うので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。あとまあね、マナミンも僕のしょうもない冗談をこう、ね、聞き流していただいて、本当に、まあ、いつかどこかでまたね、お会いできるのを楽しみにしております。あと、まあ、そうやな、まあ、これを僕やっぱりこう一番こう伝えたいことっていうのがあって、まあ僕はね、一回社会人、日本の大学を出て一回社会人になってからこうパイロットをこうね、始めた側の人間なんですけれども、まあ、そういう方をもうちょっと増やしたいなっていうのをやっぱりこう思ってて、やっぱりまあ、MC やり始めてからいろんな方から連絡いただくんですよね。でもやっぱりそういう方って大体高校生とかで、高校生とかもうなんかアメリカの航空大学にいらっしゃる方とか、比較的やっぱり20代前半の方がやっぱりもうほぼ8割9割で、これからどうしたらいいですかみたいな、俺も聞きたいねんけどなとかなんかまあ、思うぐらいね、若い子たちが多いんですけど、僕はやっぱりもうちょっとこうなんていうかな、
なんならね、30代過ぎてるけど、パイロットを目指したいんですけど、みたいな人がやっぱり出てきたらいいなというふうに思ってるので、ぜひですね、皆さんこういう YouTube 見てる方で、周りの方で、なんかパイロットになりたいんだけどなって言ってる、そういう方がいらっしゃったら、ぜひ、この YouTube を進めていただいて、なんならね、稲葉健太郎で検索していただいたら、Facebook 出てきますんで、そういう方からの連絡とかも全然お待ちしてますし、何かね、相談できることがあれば、もちろん相談に乗らせていただきますんで、ぜひ、この航空業界の発展のために皆さんでね、できることやっていければというふうに思います。皆さん、8ヶ月9ヶ月ありがとうございました。来年のご活躍も記念しております。2代目 MC の稲葉健太郎さんでした。ありがとうございました。はい。はい、お聞きいただきましたのは、この番組の私の前の、2代目パーソナリティ稲葉健太郎さんから、皆様へ、1年間の振り返りとですね、9ヶ月間 MC を担当された、放送をお聞きくださった皆様へのご挨拶でした。MC としてのこう大変なところ、苦労するところっていうのは、私もこう、まだ4ヶ月ですけれども、今感じているところではございます。一方で、アメリカに来たタイミングというのは、私は日本での学歴は、最終学歴は高卒というか、大学途中まで行った段階でアメリカに渡ってきたんですけれども、一方で稲葉さんはね、一度就職して社会人を経験されてから、今アメリカでこうして、ね、頑張っているというふうなところを見るとですね、すごくこう最後のメッセージには説得力があるなというふうにちょっと感じています。そこからどうやってこう道を切り開いていくかっていうのは、本当に人それぞれだとは思うんですけれども、もちろん日本で訓練して日本でパイロットになる。一方で、そうではない事情でアメリカに来る、アメリカでも訓練するって決めた方は、こうやって、やっていく道があるんだよっていうふうなものをですね、お届けしてこれたかなっていうふうに、繰り返しなんですけれども、思っています。はい。ここまではですね、2023年の1年間の振り返りということで、前半は私の、番組の振り返り、そして私個人の振り返り、そして今年1年ね、私以上に、もう7割8割ぐらいは稲葉さんの MC の回でしたから、ついでにということで稲葉さんにもお話を伺いましたが、ここからはですね、2024年いよいよ新年、辰年ですね、迎えますけれども、新年のこう展望だったり、あるいは放送予定ですね。2024年、番組自体は同じ曜日、同じ時間、ずっと変わらずなんですけれども、新年、どういった内容でお届けするか、などといった話を少しできればいいかなと思っております。2024年はですね、まずこの話からいきますか。皆様お待ちかねの、玉那覇直也さん。この番組の、プロデューサー兼ディレクターの玉那覇さんですけれども、ご存知の方は多いとは思うんですけれども、番組でも、ご紹介した通り、今年の、8月末からですね、あれ？そう、8月末？もっとあったんだっけ？そうか、そうですね、アレジアントエア、英語ではアリージェントって言ったりするんですけれど、日本の方にはなぜかアレジアントという言い方が馴染みだそうなので、日本の方向けにはその言い方ですいません、しようと思います。アレジェントの方で、今、エアバス A320 型機の訓練をしております。その中ですね、ずっとこの、3ヶ月、4ヶ月、おおむね私が MC を引き継いでからの期間ですけれども、ずっと、もう泊まり込みで一生懸命訓練をされていました。私がちょいちょい聞いていた近況ですとね、こういった、ステップがあって、こういった試験があって、段階一つ一つ踏みながら合格していったよ、だったり、こういう一緒の勉強の仲間がいてっていう、いろんなお話がありましたけれども、なかなかこう番組で
ご自身でご紹介する機会がなかったんですね。というのも、やはりすごくこう、一番、まあ、詰め込まないといけない時期というか、まあ、先日も、小曽根さんがちょうどね、まあ、リージョナルの方ですけれども、まあ、訓練を、厳しい訓練を終えて、タイプ戻って、リストリクトデビット取って、で、路線訓練に入って、というふうな内容をお届けしたんですけれども、まあ、20代の方でも、こんなにね、大変な、経験をするんですから、玉名さんにとっては本当に大変な、この3ヶ月、4ヶ月だったと思うんですけれども、とはいえ皆様からですね、そろそろ、出せと。出せって言い方はちょっと乱暴かもしれないんですけれど、玉名さんだったり、あるいはタミーさんですね、ユナイテッドに行かれたの、もう出演、もう近況が聞きたい、どういう訓練なんだと、そういうお声をたくさんいただいております。なので、確定的なことは私の口からは言えないんですけれども、順調にいけば年明け、まあ、あるいは1月中ですかね。まあ、近いうちにとでも言っておきましょうか。こちらの、玉名花親のパイロットになろう。この番組の中でですね、皆様に報告ができるんじゃないか、ということです。とのことです。すみません。これ、そうですね。なかなかこう、断言して、来ないじゃないかと言われると困るので、確定的なことは、すいません、言えないんですけれども。私も非常に楽しみにしておりまして、こうインタビューして、またいろんな話を聞き出せたらな、というふうに思っていますので、もう少々の間だけ皆様お待ちいただければ、というふうに思います。はい。まあ、そんな玉名さんの近況ですけれども、まあ、この番組ですね、パイロットになろう、この番組自体の、まあ、2024年の、まあ、放送予定というか展望という感じなんですけれども、玉名さん曰く落ち着いたらまた MC に復帰をしたいというふうにおっしゃってました。まあ、私も引き続き MC を担当させていただきまして番組を引っ張っていこうとは思うんですけれども、まあ、しばらくご無沙汰をしておりました玉名さんつながりの、ゲストさんタミーさんであったりあるいは前田真嗣さんであったりいろいろこうお話がしたいという声をいただいておりますので、まあ、そういった放送予定も今後ですね、来年はまた久々に増やしていけたらなっていうふうに思っております。まあ、私個人的にはですね、こう、まあ、今ね、皆様がこうツイキャスだったり、でメッセージをいただいていることが多いんですけれども、まあ、例えばこう、X、旧ツイッターですよね。この、X、括弧旧ツイッターって言い方をしてみたかっただけかもしれないんですけど、そういうところとこう連動したりして、ハッシュタグ作ったりとかやって、んですかね、もっとこう若い世代のリスナーの皆様とも、繋がりたいなっていうふうには個人的には感じております。なのでね、もし、聞いてる、この番組を聞いてる方で、ゲスト出演がしたいとか、自分の今この、まあ、航空業界メインの番組ではありますけれども、あるいはアメリカのビザについての話でもいいですし、あるいは航空業界の他の職種の方もですもんね。でもですね、ストーリーを共有したいんだっていうふうに思いの方がいらっしゃれば、ぜひ番組の方に声掛けいただけたらなっていうふうに思います。まあ、皆様あっての、まあ、今年も本当にいろんな、まあ、ちょっと振り返り、半分振り返りに被ってるんですけれど、いろんなゲストの方に出演していただいて、まあ、皆様方の本当にいろんなお話を共有して、経験を共有して、お伝えしていくというのがこの番組の使命ですから、まあ、そういったものを一緒に作り上げていける方が今後いらっしゃいましたら、ぜひ、まあ、つながっていきたいなというふうにも思っております。そして、まあ、私個人のですね、まあ、番組の、展望はこういったところでございます。繰り返しなんですけれども、確定的なことというよりは、ちょっと大雑把な展望になってしまって申し訳ないんですけれども、またいろんなゲストの方だったり、玉名さんも戻ってきたりだとか、そういったものが見えてくるかなというふうに思っております。そして、まあ、私個人のですね、まあ、僭越ながら、来年の展望といいますか、少し共有させていただきますと、私自身は、来年度、また大学の方に戻って、フルタイムで授業を受けようと思います。まあ、まだまだ F1 が学生ビザで、アメリカにいる身ですから、まあ、その中でこうコミュニティカレッジをまずは卒業して、で、4年生大学に編入しようと思っています。
4年制大学に行くときはですね、ラスベガスを出ないといけないというか、まあ、ラスベガスには、4年制大学で航空エビエーションの学科があるところはないので、まあ、どこに行くかっていうのは、いろいろ考えていますし、まあ、この番組でですね、皆様いろんなゲストの方をお呼びしましたけれども、まあ、そういった方々の、意見とか経験も参考にしながら、まあ、どういう道を選ぶかっていうのは、またいろいろ考え、どこを選ぶかっていうのも考えようかなとは思うんですけれども、まあ、そうやってこうね、まあ、3年のステム OPT っていうのは私もすごくこう、まあ、一番、まあ、直近でこうね、次のステップにつながるものかなというふうには考えておりますので、まあ、そこを目指して引き続き勉学に励んでいこうかなというふうには思っております。まあ、個人的な意気込みとしてはまあそうですね、まあ、日本で私、学位を取ってないものですから、まあ、高校卒業、大学中退という、ところで、本当に、まあ、4年生大学は、まあ、どの道アメリカに来て、アメリカの環境で勉強して、卒業したいなっていう気持ちも、まあ、あったものですから、そうなんですよね。私、アメリカにいる、もちろんパイロットになりたいからっていうのも含めてですけど、まあ、そもそもアメリカに来て英語で勉強したいっていう部分もかなり強くて、まあ、それもあっての今、自分の立ち位置だというふうに、私自身は認識しているので、まあ、そういった中で引き続き、まあ、いい成績取って、ちゃんと、まあ、この学歴コンプレックスがあるわけではないですけれども、そういったところも、しっかり取得していきながら、まあ、アメリカで活躍されている日本の諸先、日本人の、まあ、日本人に限らずですけどね、航空業界の諸先輩方についていけるように、これからも頑張っていこうと思いますので、ぜひね、引き続きの、まあ、私、こう、MC という立場でいろんな、方のお話をこう聞き出すっていうのが、この番組上の立場であり、あるんですけれども、私の方のご指導もぜひ、よろしく、お願いしますと、ご指導ご鞭撻のほどを、いただけたら幸いです。といった、すいません。かなり個人的なことも話してしまったんですけれども。はい。ということで、まあ、2023年の振り返り、そして2024年の展望という題材でお届けしてきました。まあ、そうですね。2023年は本当にいろんな、ことが、まあ、世界の中でも起きたりとか、なかなか先の見えなかったりするような時代ではありますけれども、特にこの航空業界で頑張っている皆さんは、まあ、先ほど稲葉さんからもお話しいただいたんですけれども、まあ、最終地点を見定めましたら、そこに向かって諦めずにもう引き続けてこう努力を重ねるっていうところは、やはり、まあ、ペースの違いとか、選ぶ道の違いはあれど、すごくこう共通している部分かなというふうには思いますので、まあそうですね、そういったところで、まあ私も頑張ろうとは思いますし、まあこれをお聞きの皆様も、まあ航空業界に身を置いている、置いていないに関わらずですけれども、引き続きまた2024年も、皆さんで、頑張っていって、いい年にできたらなというふうに思っております。はい。もう番組もですね、終盤の方に入ってきましたんですけれども、FM 技能案より収録放送でお届けしてきました。玉名花親のパイロットになろう。エンディングなんですけれども、年内の放送は本日、最後というふうになります。リスナーの皆様、そして FM 技能案の皆さんもですね、スタッフの皆さん、社長、まなみさん、本当に一年間今年はお世話になりました。まあ、私と、そして、仙台の稲葉さん、そして番組、ホストの玉名さんに代わりましてですね、番組を代表して、皆様に感謝を申し上げます。この一年間本当にありがとうございました。そしてまたご出演していただいたゲストの皆様もですね、貴重なお話、本当にたくさんしていただくくださって、ありがとうございました。おかげさまでこうやっていろんなメッセージを伝える番組としてこの1年間走り切ることができました。また本日はですね、まあ、今年最後の放送ではあるんですけれども、残念ながら収録放送ということで、リアルタイムでメッセージを読み上げるといったいつものこの流れができなかったっていうところだけ少し残念でしたけれども、玉名花親のパイロットになろう、1年間
お聞きいただいていかがでしたでしょうか。またメッセージなどはですね、年明けの放送からはまた生放送に戻れると思いますので、それまでの間にもでもですね、もし、メール、797@fmgino1.com ですか、もう毎週言ってるので覚えちゃったんですけれど、の方に送っていただいたら、新年のご挨拶などをいただけましたら、また新年ご紹介できるんじゃないかなというふうにも思っております。はい、皆様のお支えあって1年間番組走りくることができました。改めまして、本当にお世話になりました。ありがとうございました。といったところでですね、そろそろお別れのお時間なんですけれども、今年の頭から担当された2代目 MC の稲葉さんのお話、あるいは私としてはこの8月の3代目 MC 就任から4ヶ月半ほど今勤めさせていただきましたが、反省会、番組中の反省会でもこうお話しした通りですね、本当に、拙い司会ではあったと思うんですけれども、その中でも、毎週皆様にお聞きいただいたり、時には、温かいメッセージをいただいたりなど、本当に、心温まるような瞬間も多かったです。ありがとうございました。そしてゲストの皆様のお話もですね、本当に素晴らしいお話をお聞きくださりまして、いただきまして、ありがとうございました。改めて感謝申し上げます。こうして新年を迎えますことですし、また気持ちを引き締めてですね、お聞きの皆様に空の楽しさだったり、この航空業界に関わるこの仕事の、大変さだったり、この素晴らしさっていうのを、番組を通して、引き続きお伝えできればと思っておりますので、来年もどうぞご贔屓のほどよろしくお願いいたします。そしていよいよ年末年始ということで、皆様どうでしょう？ご予定などはありますでしょうか？私はですね、今年の年越しは、ニューヨークのタイムズスクエアで迎えようかなって、ちょっとふと思い立ちまして、今、予定を練って準備しております。日本の皆様もですね、テレビの、世界各地の、年越しの瞬間といった映像でよく見かけるとは思うんですけれど、もうびっくりするくらいの人出ですよね。そして、華々しい、ボールドロップってやつですか。私も映像でしか見たことないんですけれど。なんか調べたところ、半日以上も外で立ってないと見れないということなので、ちょっと晴れ予報ではあるんですけれど、気温がすごい寒いそうなので、アメリカにせっかくいますし、体力があるうちに一度は経験しようと思って行ってまいります。お聞きの皆様も、カウントダウンだったり、初日の出見に行ったり、初詣に行かれる方も多いと思います。外大変寒いので、ぜひ暖かくしてくれぐれも体調にはご自愛くださればと思います。さて、FM ギノワンより収録放送でお届けしてきました、玉名花親のパイロットになろう。この番組は、エアスマート、エアスマートエビエーションアカデミー、見える本質、見え本チャンネル、以上3社の提供でお送りしました。番組のアーカイブは FM ギノワンの YouTube ツイキャスにてご視聴いただきます。ということで、2023年最後までお聞きくださった皆様、本当にありがとうございました。次に皆様とお会いするのは新年の1月4日木曜日午前11時からの放送です。来年もどうぞよろしくお願いいたします。お相手は私、スポーツパイロット教官の金城健太郎でした。それでは皆様、良いお年を。